こんにちは。日本学術書道会の田村貴団です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は暗所に精金を奏でるです。安らかで静かに琴を奏でる様を言います。悠然として琴に親しむような自適の境地を表す言葉です。それでは今から暗所に精金を奏でるを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。